リンドお疲れ様ってコメントたくさん来てるよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。そう、アクネリンド、はい。もうまんまこのキャラです。いや、なんか転んだらしいじゃん。ああ、そうですね。いや、転びかけた。あ、転びかけたの？はい。転びかけた。けどまあ転びかけたんですけども、ちゃんとアドリブのセリフで転びそうになったけどって言っちゃったんですよ。もう焦って。すごい。転びだけど盛り上がっていきますよみたいなこと言っちゃって。アドレナリンでね、おっおってなったから。うん。まあ、僕はあれですね。すごい、まあ、舞台は舞台なんですけども、まあ、曲がやっぱり多いし、やれやれね。こうね、激しい曲ばっかりなんで、まあ、やれやれもありました。激しい曲ばっかりなんで、すごかったですね、もう。音がやっぱ、ドンドンって心臓ね、打ちつける音。サウンドが。だからもうライブ感覚で、もう楽しかったね。めちゃめちゃ。うん、まあもちろん演技の面もね、いろいろ勉強したところもあるんだけど、やっぱそのライブ感覚。本当にな、お客さんがライブに来てくれるぐらいこうね、盛り上がってくれるから、一部の時はやっぱり役になりきってるけど、二部の時、まあ、役のままやるんだけど、ちょっと本当にライブを楽しんでる。ちょっと岡野海斗が思わず出ちゃいそうなぐらい楽しかったね、なんか。